はい、どうも、ジャムメイです。今日も楽しくスマブラスペシャルやっていきたいと思います。今回なんですけど、ホムラとヒカリがね、参戦すると思うんですけど、このホムラとヒカリ、この技を見た時に、どれぐらい強いのかなっていうのをちょっとね、考察していけたらなと、思います。いや、剣でかいよな、こう見ると。ホムラ参戦。さあ。かわいそう、マジで、レックス。そうだよな、主人公じゃねえもんな。これ、なんだろう、これ。これ、クーシタっぽいな。これ任せてくださいレックス。うわエッチだエッチだ。これ多分空下な。空下上強 DA か横強かな。これ DA か横強した後、この後これ空前っぽいな。うわーいいね。マジモデリングが可愛すぎるな。ホムラマジでマジで可愛い。なんうやばいやばいやばい。どこで止めてもあの事故ってない。すごい。どこで止めても事故ってない。やばいやばいやばい。もうどこで止めても事故ってない。すいません。技見ます。空下、上強、DA か横強。これ空前だね。で、これがフレアスマッシュ。あ、まあ、これ横スマだろうな、多分。フレームノーバー。これ強そうだな。これ横火っぽいな。これ横火っぽいな。つまり、これ NB かなんかで、これ上 B で、これ横 B かな。なんとなくそんな感じがする。え、これなんだ？ぐるぐる回してるね。これ多分クエヌだな。ベレス先生とか、ピットみたいなぐるぐる回すみたいな。そういう感じだね。多段攻撃っぽいな。これは？これだって空後か空前だね、多分。クエヌ、空後か空前かな？モデリングが可愛いなマジで。さあ光の性能も見たいね。おっぱいでかっおっぱいでかっ。光ちゃん可愛いな。光は多分あれなんだろうな、機動力高いんだろうな相当。これは横強か DA 空下後ろ投げかな。これなんだわかんねえな。横 B か上 B っぽいけど。なんかどの技も強そうだな。すげえ。すごいな、これ。瞬間移動みたいな。しかもさ、これさ、ポケモンチェンジみたいにさ、1フレームでね、多分回避出せると思うんだよね。は？ちょっと待て。待て待て待て。はい。これやばいと思うんだよね。ここで、チェンジ、します。後付けなさすぎじゃね？チェンジの。めちゃめちゃないよな。で、下強、空上だろうな、これ。下強空上。これ、下強のね、全体フレームもね、めちゃめちゃ短いんだよな。チェンジ、下強、空上。これ、すごいな。下強の全体フレーム短すぎる。この下強。全体フレームめちゃめちゃ短い。多分ね、ガード張ってる相手に、ロボットの下強とか、剣術ミーの下強とか、あと、クロムの下強みたいな。ガード張ってる相手に、こう、めっちゃ擦ることができるような、下強な感じがする。ガードしてる相手にね、ノックバックどれぐらいあるかわかんないんだけど、多分擦れるタイプの下強かなって、印象ありますね。そっから空上とか色々繋がると思うので、まあ、この下強からね、なんかバースト技に繋げることもできるんじゃないかな。頑張れば。1フレームぐらいで回避して、この後好きでしょ？やばすぎるでしょ？やばい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 。ただ、ポケモンチェンジみたいにね、なんかすごい長い時間回避するってわけじゃなくて、見た感じ、後スキがね、ニュートラル回避と同じぐらいだな。発生が1フレームでチェンジできるし、で、回避の後スキもニュートラル回避ぐらい、みたいな感じがするな。ロボットの空上とか、パルテナの空上みたいなね、多段攻撃で持続が長いみたいな、そういう技には引っかかりやすいかもしんないですね。いくらチェンジしても、持続が長いので引っかかるみたいな。やばいな、これかわいい！かわいいなぁ、マジで。やばいやばいやばい。これは使い手になりてぇな。かわいい！かわいいぞ、使うぞ、俺は。じっちゃん。大丈夫？なんか、エヴァンゲリオン初号機みたいな。エヴァンゲリオン初号機みたいなさ、フォルムしてるけど。じっちゃん。空上。チェンジ。これは上スマかな？空上。チェンジ。横スマかな？これ、上スマか。
レックスの声さ、俺ちょっとさ気になってたんだけどさ、あのコニー・スプリンガーの声じゃないの？違う？ちょっと手越し手越し。しかもこのモデリングスマブラじゃなくね、この主力。これゼノブレードのなんか主力のモデリングな気がするな。かわいいね。いいな、早く使いたいな。さあ、久々にみんなの投稿でも見ていきましょうか。たけし仕上がってるね。ロイくんこんな男前だっけ？なんかもっとね、中性的なロイくんだった気がするんだけどな。テリーメイン勢のプレイ集。あれテリーじゃないの？あれおかしいな。俺テリーメイン勢の、なんか、見せプレイ集って見たはずなんだけどな。あれおかしいな。俺の、わあなぜそこで通勤タックル？はい。チーム戦？うえあれ掴めるんだ。知らんかった。いいよ。素晴らしい。おい。うえ確定はしてないけど、絶対これ当たるよな。やるぞ、2回掴み。うほぉはい。うわ道連れしに行った。はい。植木をして。これ多分、キンクル側か？違う、マルス側素晴らしい。上スマッシュ。ロイ。そうなんか、ロイくん声なんか渋くね？はぁめちゃめちゃ渋いロイくんな気がするけど。素晴らしい、センターの手。あれ、テリーあれ、テリーテリーあれ、おかしいな、テリーいないな。あれ、おかしいな。テリーこんな中性的な顔だったっけ？いいよ。おい、DA して。おさあ、こっから？はい、DA されて。ひっくり返せるのか？セフィロス。はい。つけて、いやーそうなんだよな、カウンター置いちゃダメな気がするんだよな、あれ。目障りだ。上行くよ。セフィロスね、なんか最近評価され始めてる気がする。なんか人によってはなんかエスキャラとかって言ってる人もいるね。それ当たっちゃうよな。ああ、だが無敵時間に当たってくれたね、あの横 B が。さあ、テリー来たぞ。はい。いいよ。素晴らしい確定。この横強からね、あの、バスターウルフができるからね、マジで強い。おお今の確定してるな、多分。はい。カツワク三分間これ多分あれだな、アメリカ版とかの、多分ね、あれだな、声優さんだな。はぁ竜巻旋風感総流感いいね。声が好きだわ。はい。悪そうだぞ。テリー使いかな？テリー側だね、これ多分。はい。バスターをまだ飛ばない、100%。おぉパワーゲイザーあれ、ニエフ狩りできるんだ。知らんかった。危ないぞ。はい。即勝負？おぉバスターウルフかなと思いきやのやつね。通勤タックル、うん、通勤タックル、うん、通勤タックル、うん、通勤空した、通勤空した、通勤空した、上スマッシュ、はい。魔人剣。いいね。783メートル。すごいね。